はい、こんにちは、カッパパです。今日はですね、前回に引き続いて山道具のご紹介になります。ザックの紹介の時は、例えば太ってる人用のザックとか細い人用のザックっていうのはなかったですよね。要はいろんなベルト部とか、あとはフレームとか、そこを調整して、ザックの方を合わせるんですが、靴の場合はちょっと大きく違いましてね、特に僕の場合は高高幅広なんですよ。どんな山道具屋さんに行ってもですね、だいぶ幅広ですねとかって一発でこう言われるんですね。で、学生の頃は五郎で山靴を作ったんですけど、最近普通にお店で売ってるものをですね、履いてるわけなんですが、そうするとね、高高幅広、特に幅広の場合の靴ってね、お店に置いてないんですよ。東京とかね、首都圏の大きいショップだったら別なんですけど、僕の場合宇都宮なんでね、有名なショップさんは何軒かあるんですが、やっぱ在庫として置いてないもんですから、どうしてもこう選べないと。小山の方にモンベルがあるんで、どうしてもモンベルの方でね、選ぶのが一番かなと思って、モンベル製品が多いんですね。で、本当だったらね、正直言うとね、あとかっこいいやつが欲しい時もあるんだけど、モンベルは別にかっこ悪いってわけじゃないですよ。ただね、なんかシュッとしたやつが欲しいんですよ。ただどうしても足型で合わないもんだから、いわゆるですね、ワイドというものを買ってます。まず最初にご紹介するのはですね、これは代表的なワイドモデルなんですが、モンベルのツオロミーブーツのワイドと。これもね、旧型になっちゃうのかな、もう、いや旧型じゃないな、現行型だと思うな。 4E なんですよ、幅が。通常はだいたい 3E なんですけど、これはね 4E ね。で、通常よりも若干ワイドになってます。これ構造自体は、カタログ見れば書いてあるんですけど、アッパーはゴアテックスで、そこにシャンクプレートが入ってます。で、そこがですね、モンベル独自のソールパターンで、トレイルグリッパーというソールを使ってます。最近ね、モンベルビブラムやめてこれにしてんですよね。これが 4E ということで、非常に僕の中ではですね、一番使い勝手がいいかな。高さはですね、この高さだとハイカットの部類に入るでしょうね。で、シャンクがね、結構硬いもんだから、岩場もですね、ソールがそんなに曲がることなくいけます。ただ本当のガチのね、岩場はこれちょっとまずいですけど、例えば槍ヶ岳の穂先ぐらいだったら、実際これで登ってますから全然問題ありません。ガチの登山靴になればなるほど、高高幅広用の 4E っていうのはないもんですから、これは非常に使い勝手がいいんじゃないかなと。僕の一番のおすすめがこのツオロミーブーツのワイドというふうなことになります。はい、続いてですね、こちらも同じくモンベルの登山靴です。これはですね、もう登山っていうか、トレッキング何でも使えますね。先ほどのツオロミーブーツよりも価格で言えば一つ下のものになります。タイヨガブーツの同じくワイドですね。で、これも幅がですね 4E です。ですからワイドモデルになります。で、素材はですね、アッパーはゴアテックスで、これもですね、そこにシャンクプレートが入ってます。ガチガチじゃないですけど、そこそこ剛性を確保してます。あと、そこがですね、先ほどと同じようにトレイルグリッパーを使ってます。そこ見ていただくと、だいぶすり減っちゃってね、これそこはね、貼り直しができるんですが、これは別の新しいモデルが出てますんで、今度新しいものを買い替えようというふうに思ってるんですが、トレイルグリッパーは一応カタログ上でもですね、お店のスタッフさんの説明でも、特に岩の上とかでもですね、かなり効きますよっていう話がありましたが、それは本当ですね。僕の場合だと特に濡れた、岩々しいところですね、尾瀬なんかね、結構蛇紋岩なんていう、濡れると滑りやすい岩があるんですが、そういうところでもですね、従来のものよりもだいぶ効いてるような印象があります。ただね、朝って木道が濡れてるんですよ。そうするとね、濡れてる木道って非常に滑りやすいんですね。そこだとね、なんだか滑りまくってたような印象があります。あんまりね、ひどいこと言うと怒られちゃうんだけど、僕の体験だけでお話ししてますけど、ただ通常使う分にはですね、非常にこれは使い勝手がいいモデルですね。はい、こちらがですね、同じくこれもモンベルです。ラップランドストライダーって言います。で、これも同じくワイドモデルです。先ほどのツオロミーブーツ、タイヨガブーツ、2つ紹介してきましたけど、僕が持ってるワイドモデルは3つ目ですね。先ほどがですね、幅が 4E の靴だったんですが、これは 4E から F ということで、先ほどの2つよりもですね、さらに幅が広いモデルになります。ただ先ほどがね、登山靴だったのに対して、これはもう高さがありませんので、
まあ、トレッキングウェアですね、あとはまあアプローチシューズに、まあ、使われるようなモデルですね。はい、靴底はトレイルグリッパーを使用してます。ほとんどトレイルグリッパーパターンが一緒ですんで、まあ、履き比べというかそれができるんですが、なぜかですねこのモデルのトレイルグリッパーが一番なんか効くような、まあ、イメージ、まあ、あくまでもイメージですよ。これはね、まあ、山に行くというよりもキャンプとかバーベキューとかもいろいろ外でやるのが好きなんですが、あとはそういう時に主に使用してます。ですのであんまり距離歩かないんでね、まあ、靴底は減ってないんですが、これの一番いいなと思うのは、まあ、こういう風なスニーカータイプの靴なのにですね、非常に底がですねしっかりしてますんで、ちょっとした岩場やですね角度が急な登山道もこれで行けちゃいます。正直言うとこれで那須の山頂まで行っちゃったことありますけど、簡単に行けちゃいます。ただデメリットとして、まあ、ここがね高さが低いので、こっから歩いてるうちに小石が入ったりしてね、痛くなるってことがありますけど、まあ、基本的に非常にこれは使い勝手がいい靴です。新しいモデルが出てるようなんですが、後継モデルも同じような、まあ、性能でしたらまた買おうと思ってます。非常に幅広いでしょ。いわゆるあのシュッとした靴とはまた全然違うんですが、まあ、使い勝手は非常にいいですね。はい、でこちらもですねちょっと言い忘れちゃいましたけど、アッパーに関してはゴアテックスです。ですので防水は完璧になっています。続いてご紹介です。これもモンベルです。だからモンベル4つ持ってるんだね。これはモンベルの登山靴の中で、まあ、一番、まあ、過酷なところで使うやつですね。アルパインクルーザーの3000です。幅がですね先ほどまでワイドの 4E ね 4E シリーズだったんですが、これは 3E です。冬用ですよ、まあ、本材も入ってますし、まあ、かなりあの分厚いです。ここが、まあ、この 3000m 級のね冬山を行ける靴、まあ、それをね前何履いてたかというと、スカルパのね登山靴、10年ぐらい前に買ったやつ、それを履いてたんですよ。ただどうしてもね行くたんびに小指が死ぬんですよ。もう辛くて辛くてしょうがなくてね。でお店に行っていろいろ対応してくれたんだけど、あとは中でね木型でこう少し広げてくれたりしたんだけど、どうしてもダメでね、ちょうどね2014年まで履いてたんですよ。で捨てちゃって2015年の冬からこちらを使ってます。で 3E で履けんのと、あんた幅広なんでしょっていう話があると思いますけど、試し履きできるのがこれしかなかったんで 3E 履いてますけど、その分ですね大きめの靴を履いてます。ですので今まで紹介したモデルが 26.5 というサイズだったんですが、これだけは27を履いてます。でちょっと大きい靴を履くことで、まあ、幅を稼ごうとね、よくある話ですけど、若干当たることは当たりますけど、まあ、絆創膏を小指のところに貼ればですね、だいたい問題なく履けちゃいます。ただ親指の先がだいぶ空いてるもんですから、下りの時ねどうしても足が先っちょの方にずれますので、まあ、その時は靴下で調整をしながら、まあ、降りるようにしてます。ちょっとめんどくさいんですけどね。アルパインクルーザー3000はですね、例えば円山荘あたり行くとですね、こういろんな方がこれ履いてるんですよね。でちょっと間違い防止でね、まあ、この黄色いリボンっていうかゴムなんかつけてますけど、これは結構評判がいいみたいですね。で、まあもちろんね、ゴアテックスの、まあ、アッパーにかなり硬いシャンクプレートを履いてます。基本的にはこれはですね、前後パカパカのワンタッチアイゼン、まあ装着できますので、まあ前後にコバがありますからね。まあ冬靴ですんでね、まああんまり底って減ってないんですよね。はい、これがアルパインクルーザーの3000。サイズはですね、27センチの 3E ですね。これはワイドモデルはありません。はい。はい、こちらがね最後になります。これはいわゆるグランドキングですね。 GK ってやつ、キャラバンのグランドキングシリーズの GK10 というモデルになります。 GK10 ケブラーというふうに、まあ、カタログには表記されてますね。これももう多分廃盤になっていると思うんですが、見た通りですね、はい、後ろの方にねコバがついてます。ですのでセミワンタッチアイゼンを履くことができます。これもですね、まあ、今の登山靴当たり前ですけど、まあ、ゴアテックスのアッパーにですね、まあ、かなり硬いシャンクが入ってます。でこちらはビブラムですね。今までご紹介した、まあ、モンベルの靴、あれはね幅広があるので履いてるということなんですよ。極端な話すると僕的に一番デザインや機能で気に入ってるのはこれなんですね。ところがね不思議なことがあってね、あそこを貼ったんですよ。貼り直したんですよ。リトレットしたの。で、リトレットしてまで気に入って履いてたんですけど、去年の8月以来履いてないんですよ。で、なんでかっていうと、去年の7月に槍ヶ岳行ったんですよ。まあ、それをね、まあ、YouTube に撤退動画をアップしてますけど、まあ、詳しくはそっち見ていただければわかるんですけど、この靴を履いてね、で、何の問題もなくね、
まあ、上高地からスタスタ歩いてね、ただ横まで行く間にこうすごい違和感があって、で過去にないぐらいですね、小指のあたりがヒリヒリするとかね、足の親指の付け根あたりがですね痛くてしょうがないとか、今までねそんなことなかったんですよ。もっと長い距離も歩いたこともあるしね、なんともなかったのね。その日はね、ヤリサロッジまで行ってね、ババダイルの先でね、もう足痛くて痛くてね、泣く泣く撤退したんですよ。で買ったお店持ってってちょっと相談したらね、いやそれはねカブアブさんの足が変わっちゃったんだよって軽く言われちゃったんだけど、ただ他の靴はね全然違和感ないんだけど、これだけ変わっちゃったのね、全く分かんない。先月もね、久しぶりにまた履いてみようかって思ってですね、僕家からすぐ近くにある小菓子山っていう低山にね、これを履いて行ったら、やっぱり同じようにね、歩き始めて10分ぐらいで小指が当たって痛くて痛くてね、でそのおかげでね、未だにねちょっと違和感があるんで山行ってないわけですよ。5月は全然行かなかったの。千畳ヶ原は歩いたけどね、まあ、登山靴って別に見たり眺めたりするもんじゃなくて履くもんなんだけど、非常にいいんですよ、かっこいいんですよ。最初に戻りますけど、ワイドのタイプじゃないんですよ、3E なんですね。 3E、 さっきのアルパインクルーザーの3000と同じく 3E なんですよ。これも同じように27を買ってですね、まあ、幅を少し稼いでたんです。だけどね、この靴だけちょっと当たるようになっちゃったと、まあ、使えない靴なんか持っててもねしょうがないから捨てちゃおうと一時思ったんだけど、実はこれ愛着があるんですね。ですので、まあ、いつか履ける日が来るかなと思って、そのうち経年劣化でねこれ剥がれてきちゃうけど、僕が若干痩せればいいのかな。でもお腹引っ込んでも足はねどうなんだろうね、細くなるんかねちょっと分かんないけど、まあ、そんなことでですね、今履いてないけどとりあえずご紹介をさせていただきました。